を中心にして攻めてもいいかと思いますね。ガードナーここはダブルチェックですが、レイマンがダイブしてきました。ギレソン選手ナイスリバウンドでしたね。今のねギレソン触っていました。さあガードナーにはダブルチームでいく、こちらもハイローでいく、ジバスレイアップ、オーガスト見てますね、このインスタイル、オーガスト選手見てますね。ガードナー自分でいく、はい、あそして合わせていった、オーガスト。さあここは中村がもらう、そこにそこには野崎がついています。あインスタイル見てますね。ここは決めました。あいいですね、ナイスプレッシャーが上がってますね。ここはスミノに対して、ただそのスミノもらってレイマンが決めました。ギレソン、ここディフェンスマーキーします。インサイド寄ってますね。さあここ逆サイドから西田は決めた。ガードナー、はい、イーデソン、オープン2本目来ました。左のコーナーからの3、さあ前走っているイーデソン、レーマンインサイド。さあ先ほど待ったブバとガードナーのマッチアップは今度はガードナーが勝りました。エンドワン。